小渕沢町、小渕沢町は山梨県北西部の北駒郡下に存在した町である。長野県との県境に位置し、八ヶ岳高原の山梨県側表現管区地として知られる。2006年3月15日、平成の大合併によって隣接する北都市へ編入合併したため消滅した。現在は同市の行政地区名の一つ、北都市小渕沢町地区となっている。 かつては、小渕沢町と読まれていた。この町にある、小渕沢駅は、小渕沢駅である。一方、中央自動車道の小渕沢足は、小渕沢インターチェンジ、道の駅は、道の駅小渕沢である。小渕沢町とも表記される。また、小渕沢の略称としては、小渕、小渕の名称が用いられることが多い、小渕新聞や、入小渕、現道の駅小渕沢など、 小淵沢町は、高新国境の地にあり、甲府盆地と諏訪盆地のほぼ中間に位置するため、古来より交通の要衝とされていた。交通機関の発達した現代においても、その位置づけは同様で、町内を中央本線、小海線の二つの鉄道路線が走り、中央自動車道のインターチェンジが置かれている。さらに、小淵沢駅は、中央本線の特急も停車するため、東京都心部、 新宿駅からも乗り換えなしで訪れることができ、首都圏からのアクセスは良好である。小淵沢町は NHK の大河ドラマ、武田信玄の騎馬シーンの撮影が行われるなど、乗馬の街として知られており、現在では以前より盛んであった馬術、乗馬や登山などに加え、温泉やアウトレットモールの出展など、観光地としての地位を着実に上げつつある。また、 定年退職を迎えた者の居住なども見られるようになってきている。小淵沢町は1954年に当時の小淵沢村と篠の村が昭和の大合併に基づき山梨県内で最初の合併を行い成立した町で2006年の北都市への編入までの約半世紀間存在した。 北にそびえる八ヶ岳連峰を頂点に南側に向かってなだらかな傾斜をしている八ヶ岳南麓の町であり、町のほぼ全域が3度以上の傾斜地となっている。町域のほとんどの部分は七里岩と呼ばれる台地の上に存在しているが、七里岩代下に流れる鎌梨川までが東町域に含まれる。代下を流れる鎌梨川を境に白州町区と接している。 シッチリ岩は、釜梨川の手前で切り立った崖となるため、最高地点から最低地点までの町内標高差は、約2100メートルにも及ぶ。また町の西端には、高六川が流れ、富士見町との県境を形成している。町の形はちょうど、左手で拳銃を撃つポーズ、人差し指、親指を伸ばして、残りの指を握るをした時に似ており、 その際に伸ばした指に相当するのが、旧小淵沢村、握った指に相当するのが、旧笹尾村、人差し指の先端が網笠山、権限だけである。更新予行期の小淵沢山麓され層が、標高1300メートルから700メートルの山麓を覆っており、町の全面積の70%を占めている。当庁における集落をはじめとする、 過重地域のほとんどがこの地質によって占められいると言ってよい。小淵沢町は八ヶ岳南麓の高原に位置しているため、夏季においても涼しく過ごしやすい。しかし、冬季には八ヶ岳から吹き下ろす八ヶ岳下ろしと呼ばれる極めて冷涼な北風が含め厳しい気候となる。気候区分では中央高地型の内陸性気候区に分類される。 降水量が少なく晴天が多いことから、年間の日照時間は約2200時間と全国でも有数の長時間となっている。小淵沢町は山梨県北駒郡下において、昭和の大合併では最初に誕生し、平成の大合併では最後に消滅した町である。また、その発足は諏訪郡富士見町よりも早かった。そのため、設置から廃止までの間に、 明治期の町村聖子校から昭和の大合併を経て平成の大合併に至るまでの隣接する町村の変遷すべてを経験している。以下、北側より時計回り順。近世、慶長年間から小渕沢村の名は県知町などの文献に参見されており、明治期の町村聖子校時にも適正規模であるとして他村との合併を経験せず、小渕沢の名が残った。 そのため小淵沢町は北駒郡において近世からの村落名が二十一世紀に至るまで自治体名として存続した唯一の町村となった。また、旧小淵沢村を除いた小淵沢町を構成する各旧村の名前の由来は以下の通りである。小淵沢町の行政地名、住所などに用いられる地名は次の通り、小淵沢町では他に 条例等において、町内を分ける、際の行政上の地域区分として、東地区、西地区の区分が用いられている。旧小淵沢村が西地区であり、旧笹尾村が東地区である。町道の路線番号は、東、西南急南郷線で裁判されており、保育園などでも、東西の区分が用いられている。ただし行政上の便宜を図る目的で、用いられているため、 住所、陶器には全く登場しない。小淵沢町では、古くから存在していた地域コミュニティの地理的範囲を、ほぼそのまま継承する形で、行政区が設置されている、行政区は、通称地名とも呼ばれることがある。小淵沢町には、現在13の行政区が存在し、上、笹尾、下、笹尾、松向きを除いて、住所表記や不動産陶器には用いられないものの、 一致づけとしては、大技という扱いである。旧小淵沢村、西地区には八つの行政区が置かれている。大技、上笹尾、下笹尾、松向きは、かつては、それぞれが独立した村だったことから、行政区のもとにさらに小技に相当する、地区が存在する。ただし、党規模などに記載されている正式な小技とは、必ずしも一致しない。一部の地区を除いて、各、 地区には公民館や公会堂などの集会施設が設置されている。旧市の小村、東地区では、清春村から松向きが分かれて合併して、以降、戦後まで長らく一大事一行政区の三区体制となっていた。1919年、大正8年3月14日に区の名称を改めるまで、上、笹尾区が第一区、下笹尾区が第二区、 松向区が第三区という名称であった。その後1948年の開拓農業、共同組合の設置を機に誕生した戦後、開拓地区として、篠原と女鳥が、大技場では上笹尾であるものの独立した行政区となり、現在では国体制となっている。新宿駅から小渕沢駅までのおよその所要時間は、特急あずさ号で2時間0分台。 特急スーパーアズサ号で1時間50分台である。また、中央自動車道を経由する中央高速バスの場合、新宿駅、西口バスターミナルから、中央道小淵沢バス停までの標準所要時間は2時間30分、ちょうどである、鉄道、高速バスのいずれも2009年9月現在。小淵沢町は南部に7里岩の断崖が存在するため、 南の白州町旧蓬来村地区や富士見町旧、落合村地区といった国道20号沿線地域への交通を確保するために非常な労力を要した。平成に入るまで町内と国道20号を直接結ぶ幹線道路は松木坂と呼ばれるつづら折れの急峻な県道だけであった。小渕沢町市1983年には 明治期以前からの松木坂のルートの幾度もの変遷が採されており、この区間に先人たちがいかに苦心していたかが伺える。現在のルートは1935年、昭和10年に改作されたものであり、その開作には葉っぱを使用するなどかなりの大工事であったと入れている。平成に入り、技術の進歩によって従来よりもはるかに快適な道路が完成した。 1995年、平成7年に開通した、長道西197号線、通称、インター、白州ラインの、スズラン大橋である。この橋は、山梨県内でも珍しいループ橋であり、七里岩の断崖部分の、約50メートルの高低差を、ループで下る構造となっている。深沢側の新植国の斜面に沿う形で南下する、この路線の開通により、町内から、 甲府方面の国道20号への、そして国道20号から小淵沢駅、小淵沢インターチェンジへのアクセスが大きく改善された。第二次大戦後は、米無機生産、養産、落農といった第一次産業が主要産業であった。近年では、立地環境を活かした場合を、化粧品関連の企業を中心に、第二次産業が、また、高原の気候を生かした観光、 レジャー産業を中心とする第三次産業が増え、バランスの取れた産業形態を見せている。小淵沢町は交通の利便性、八ヶ岳南陸の高原に位置しているため夏でも涼しい気候であるという特性、そして自然環境や歴史文化といった風物を生かした滞在型の観光地として発展しており、ペンションなどの宿泊施設が多く見られる。主な観光資源には、 以下のようなものが挙げられる。しかしながら、これらの観光施設は、駅から離れ自動車での交通を主体とする町北部に、あるため、駅前の空洞化が極めて深刻である。そのため、2006年度から、タウンマネージメント機関事業に基づく、有限会社による町づくり事業者、町づくり小口沢の設立や、国土交通省から町づくり交付金を得るなど、 中心市街地の活性化を目指している。小渕沢は古くから甲州街道源寺や某道といった交通路が走り、海の国と品の国との国境という要衝に位置していたものの、これといった人口扶養力の高い産業や豊富な天然資源が存在しているわではなかった。なぜそのような産業や資源に乏しい小渕沢が発展したのかということを説明する説の一つに、 この地がかつてアジールだったのではないかという説がある。北駒郡北西部は731年、天平三年まで諏訪国だったと言われ、そのため諏訪神社が多く存在しているとされる。諏訪には出雲から竹南方人が逃れて住み着いたという神話が存在する諏訪大の高山省。また小淵沢には聖和源氏武田支流今井氏の末裔が住み着き、 それら一般によって小渕沢の町が起こされたのではないかとする説がある。これらのことから小渕沢は中央権力からの逃亡者たちが心安らかに住まって文化を築き上げる聖地であったとしている。小渕沢町の内旧小渕沢村は行政地名、大技の項目にあるように大技がない、すなわち町村制志向に伴う合併を経験せずに古くから 小渕沢村として存在していた村である。しかし、小渕沢町の内旧笹尾村にはかつて上笹尾村、下笹尾村、松向村の三村が存在し、小渕沢村に隣接する多村も町村制。施行以前には、以下のような村々が存在していた、以下北側から時計回り順。このように、周辺旧村のほぼ全てにおいて、古くは小渕沢町でいう。 行政区単位で村落が存在していた。小淵沢町を含む北駒郡北西部はかつて諏訪国だったと言われるが、旧小淵沢村のみ町村制止工事にも他村との合併が不要と判断された規模を古くから有していたことになり、同じくに諏訪国に属した周辺各村に比べてかなり得意な存在であったと言える。だが、旧小淵沢村においても、 村を構成していた岩久保、尾根、高野、宮久保の4集落は、それぞれが名主、長百姓、百姓代を置き、対外的に代表名主を選んでおり、あたかも一村の体を成していたと言われる。つまり、中世以前には、他の周辺各村と同様に、各集落、現在の行政区の単位で、村々が存在していたとも考えることができる。このようにかつては、岩久保村、 尾根村、高野村、宮久保村として独立した村々であったとも、推測される四集落を統合し、小淵沢郷、そして、小淵沢村の成立に、重要な役割を果たしたのが、五百国石と、北の天神社であると考えられている。五百国石は、泉湯水から湧き出る水を、村内各地に送り、小淵沢村の水田開発を支えた、帰還水路であり、現在でも、 農業館外用水として利用されている。五百国関の名は、この石によって五百国の国高の増加を見たことから、この名が付けられたものである。一方、北の天神社は当初は、町内区域に存在する多くの神社の一つであったが、祭祀権の拡張、影響力の拡大を進めて、この付近の一宮として認められるほどの格式を、持った神社へと成長した小渕沢村、 小渕沢町を代表する神社である。五百国石の改作には、この北の天神社の官主を代々務めた小泉氏が関わっているとされ、北の天神社の影響力の拡大期と同時代であるとみられる。小泉氏による石の改作は、泉湧水の水を小渕沢村内の各集落へと行き渡らせることとなり、一つの水を共同で利用しているという同居意識を、 各集落に芽生えさせることになった。また、北の天神社の影響力の拡大は、祭祀を同じくするという精神的なつながりを意識させることとなった。五百国籍による地理的、経済的な意識の統合、そして北の天神社による宗教的、文化的な意識の統合によって、各地に点在していた小規模な存落共同体が、 一つの小淵沢という大きな共同体として統合されるに至ったのではないかと考えれている。小淵沢町の北部の西側においては赤松の林が鬱っそうと広がり、そこにアウトレットモールや宿泊施設などが点在するという景観が特徴となっている。この赤松の林は原生林ではなく、もともとは存在しなかった人工林である。古来より、 八ヶ岳南麓の高料としたゲミヤに開かれた小淵沢村では、北西より吹きつける八ヶ岳おろしによる寒風のため、農作物はしばしば例外に悩まされてきた。また、荒地は保水力が少ないため、降雨時には泥水による水害が村民の生活を脅かしてきた。そこで風水害から村を守るため、1687年、上京四年、赤松の苗の試食を始め、 続いて1689年、元禄2年に、幕府の許可の下、高緑川から上笹尾村の篠原に至るまでの720軒、約1310メートル、幅3軒、5.4メートルの、約30ヘクタールにわたって、風所林を設けることとなった。東西より始められた植林が終了したのは1715年、昭徳5年のことで、30年近くにもわたる長い。 年月と多額の費費用を費やした、た。一大事業であった最後の植林の場所、すなわち村の東西より始められた植林が最後に落ち合った場所には、祠が建立され、落ち合った場所という意味で、もみ合わせ神社の継承がつけられた。江戸時代にこれほどの規模の植林が民衆の申し出と、費用負担によって行われたのは稀であろう。当初の幅は5メートル程度に過ぎず、また、 第二次大戦下には、資材として大量に切り出され荒廃もしたが、村民、町民の努力により現在では、数百メートルにも及ぶ幅を有する森となっている。植木とも通称される、この林は現在でも、風水害から町を守っており、小淵沢財産区が、その保護管理に当たっている。山梨県では明治40年の大水害以降、 ご領地として国有化されていた山林の後輩が問題視され、明治時代末に県有財産として恩師林が可視された。その際に恩師林の管理は自治体の責任で行うことが明確化された。小淵沢町北部の林野も恩師林として可視されており、これら山林の管理のため町内には3つの財産区が設置されている。また、 長野県富士見町との間でも、阿見笠山の県境沿いの斜面の地域を対象とする、保護組合が存在する。これらのうちほとんどが、旧小渕沢村で、旧笹尾村は一つしかない。これはかつて市の尾村には、小渕沢村との合併前に、笹尾村外一家村恩試験有財産保護組合、秋田村旧大八田村地区と、笹尾村外家村恩試験有財産保護組合、 秋田村旧大八田村地区、小泉村旧大井が森村地区が存在していたが、戦後開拓の際に入植者に払い下げを呼び譲上とし、解散したためである。また、財産区の他にかつて小淵沢町が入会地として利用していた地域に長野県富士見町の大原山がある。この地域は、古来から小淵沢村と津田、木村、原富士見町など、 諏訪郡の十一の村で入会利がされていた。しかし、諏訪郡の各村は、小淵沢村の入会権を無視除外しようとしたため軽装が発生し、小淵沢村では名主、茂宮理財門を総代として、江戸町奉行所に提訴を行った。以来十数年にわたり、訴訟が行われ、茂宮氏は、自己の所有する土地や家財を売り払い、訴訟費用に充てたという。 そして1717 17年、教法2年3月9日に、ついに、小渕沢村少祖の採決状が下された。これによって、入会利用を継続して、行えるようになったものの、近現代の都道府県をベースとした自治体制度により、県境をまたいだ管理が煩雑になったことや、昭和40年代になって、富士見町と長野県企業局による、高原山の開発が決まり、 高原山の譲渡の打診を受けたことなどから、入会券を譲渡し、その際の譲渡金を簡易水道を不設費に充てている。小淵沢町の北部地域の歴史において、戦後開拓は非常に重要な位置を占める出来事である。戦後の食料増産や引上げ者への就業支援などの目的のため、1945年、昭和20年11月に緊急開拓事業施要項が、 閣議決定され、山梨県内では、八ヶ岳かやが岳、富士山麓の高齢地が、開拓地の大部分として指定された。小淵沢町では、開拓組合として、小淵沢組合、某道1、2、篠原組合、篠原、篠原2、三里、原、篠原組合、笹尾組合、上笹尾1、2、3の4、組合が存在した。小渕沢組合の大富組、 東和組、豊か畑組は合併して、大東豊か区となった。篠原区は、女取海卓団と八つ、玄海卓団が合併して、篠原海拓組合となり、上、笹尾区から独立したものである。女取区は、篠原区組合と笹尾組合の小野組が合併したもので、その際に、笹尾組合に属していた三蔵巣は松向区へと編入された。 初期の開拓者の生活は極めて困難なものであった。開拓者の多くは、トウモロコシやジャガイモを主食とし、時折祝祭日などに米飯を炊いて、皆で祈るようにして食べたという。人力による飲料水の長距離運搬や伝統ではなく、ランプによる生活、そして不毛地が多く、収穫量で一家を養えないため、日雇い収入に頼るしかなく、 それによって開墾が進まないという悪循環など、技能者が続出した。しかしこのような困難の中でも開拓者の働きかけや努力により、電気の仮設や笹尾小学校分校の設置、開拓道路の改作など徐々に進歩を見せ、作付け作物も、穀物から高原野菜や落農へと転換することで、付加価値を高めていった。そして現在では、エコツーリズムや、 乗馬体験といった滞在型体験型の高原観光地として、小淵沢町の経済を支える重要な地位を占めるまでになった。小淵沢町には以下の神社寺院が存在している。核自社の旧社格祭神や宗派、本尊由、来や岩根などは以下の通りである。小淵沢町は地理的には南北に長い形状をしているが、地域として見ると。 町役場から最周辺である市も笹奥、大下地域まで3500メートル程度という半径4キロメートル程度の同心園の中に集落が分布している。このように比較的コンパクトに集落がまとまっているため、小渕沢村と市の小村の合併後に小中学校の統合を行った時にも通学距離による問題は少なくて済んだ。これらの集落は 八ヶ岳の裾の放射状に伸びる宿や,やそれらの間の尾根、小円球の斜面や低い土地に沿って開かれている。小淵沢町は行政上の区分としては西地区と東地区に分けられている。しかし、地域の特色で見た場合、古くから居住が行われていた南部地域と戦後になってから居住が見られるようになった北部域の大きく二つに分けられ、 それぞれが異なった特色を有している。南北の境界は町内を横断する中央自動車道におおむね近い。各集落は行政区として組織されており、各行政区は町内会、実地会と同じような機能を有し、区ごとに公民館、正確には小淵沢町公民館、区分館が設置されている。区では公民館を中心として、 伝統行事の取り行いや、区内の清掃、自治的業務の決定などがなされており、町民体育大会なども、行政区単位の対抗戦となるため、多くの町民にとって、基礎的な生活範囲となっている。また、各行政区の多くは、その区域がさらに、1号組、2号組といった、数字が付された組で、区分けされている。区内の清掃の登板範囲なども組で、 割り当てが行われることが多く、一部では旅行などの親睦活動を現在でも行っている国も存在しており、行政区内における国が最も基礎的な自治の単位となっている。岩久保、久保、高野の三区は小淵沢 IC のそばから深い谷を形成している、西沢川の右岸、西岸に位置している。ただし、高野区は左岸にも集落がある。この西沢川の左岸。 東岸から旧笹尾村との村境にあたる、深沢側に至るまでの町のほぼ中心地に位置し、人口や市街地規模の面でも町の中心地区となっているのが、尾根、小渕、本町、宮久保の4集落である。小渕沢町においては、表示は、住所の表示には用いられず、口頭で使用されるか、不動産登記の登記簿や、土地建物取引に関する、 契約書などの公的な文書でしか使われていない。しかし、使用頻度は低いものの、慶長年間の県地町から見られる小技や、島屋敷や、鍛冶屋、原のように、かつて戦国時代に、そこがどのような場所であったかを表した小技などもあり、それぞれの地域の特色や歴史を長く受け継いでいる、ものである。下記の小技の表記、読み方は、 1980年当時におけるデータである。小渕沢町では、誕生から、北都市との合併による消滅までの間に、9名、延べ15代の町長が歴任した。小渕沢町役場は、旧小渕沢村、笹尾村の中間点に近い小渕沢駅のそばに、建設され、北都市との合併後も、小渕沢総合支所として利用されていた。しかし2015年、 平成27年3月23日より、小渕沢総合支所が、町外学習センター小渕沢、小渕沢町7711番地内に移転し、それに伴い旧役場施設は解体されて、市営駐車場、小渕沢第三駐車場が、跡地に整備され、2016年、平成28年4月1日より共用を、開始している。小渕沢町では、 町発注の競争入札に対して以下の取り組みを行うことでコスト削減による財政負担の軽減や公共工事に絡む不正の発生を防止することを目指した。また、談合等の防止のためには以下の取り組みを行った。これらの取り組みにより落札金額も低下し、九百九十三年、平成五年から二千三年、平成十五年までの十年間で 約23億円の入札差金、乗与金が生じた。これらの取り組みは、全国の自治体から注目を集め、当時は、入札制度以外の視察も含めて2000名近くの、視察者があったと言われる。小淵沢町は、高度経済成長期においては、典型的な地方農村であり、他の地方農村と同様に過疎化にも悩まされていた。調財政も豊かとは言えず、 例えば、長道の舗装が本格化したのは、1971年、昭和46年に、過疎地域に指定され、過疎債の記載が可能になってからのことである。しかし、高度経済成長が一段落し、中央自動車道が開通したことによって、首都圏から日帰り、短期待で訪れることができる、余可スポットという立地条件に恵まれたため、昭和50年代中頃から高原観光地として、 観光産業の発展は著しくなった。それに伴い過疎地域の指定も解除され、1990年代に入ってからは上記の入札制度改革が行われたこともあり、超財政の健全化が進んだ。2003年、平成15年における財政力指数、3カ年を平均は0.559と、北駒軍下においては、双葉町と同率でトップの数値を示した。 ちなみに、財政力指数は0.5が自治体の自立の目安とされる。参考までに比較対象として、その当時2003年の北駒郡下多町村の財政力指数を一下に示す。平成の大合併により、北都市が成立し、北駒郡は消滅した。しかし、北駒郡の中でも、円の部分にあり、長野県との境に位置する小渕沢町では、 大規模合併により、弊害が生じることが予想された他、市町村合併について、町を二分する議論がある。合併に至るまでの行きさつは、以下の通り。小淵沢町は、長坂町に所在する長坂警察署の管轄内となって久しく、町内には、長坂警察署小淵沢駐在所が設置されている。長坂警察署は、小淵沢町が、 北斗市に編入された後に北斗警察署に再編され現在に至っている。また、小淵沢町には警察協力団体として下記のものが存在する。小淵沢町は、韮崎市と北駒郡の計一市七町三村合併前の間で、海北広域行政事務組合を組織しており、常備消防は海北広域行政事務組合消防本部、 海北消防本部が所管している。町内には、海北消防本部の消防署のうち、長坂消防署小淵沢文献所が、中心市街地と小淵沢インターチェンジの両方に近い、尾根地区内に設置されている。小淵沢町には、海北消防本部による、常備消防のほかに、第一部第十一部の消防団が設置されており、消火や、 火災予防などの消防活動を行っている。各消防団の担当行政区は以下の通りである。小淵沢町内には、下記の2局の郵便局が設置されている。また、小淵沢町域における郵便番号は、下記の通りである。2010年1月現在、小淵沢町の次に番地が来る場合の郵便番号は408-0044であるが、小淵沢町役場には、 大口事業所個別番号による408-8555という事業所の個別郵便番号が設定されていた北都市への編入合併も北都市役所小渕山総合支所に対し継続して同じ番号が設定されている。かつて郵便番号が5桁の時代には町内全域が409から16であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。